はい、これは何だ？これは何だ？あ、これあれですね、ダブルドラゴン2ですね。最初からやりましょうか。これ前一回やったんですけど、その続きからには、ね、表示されましたけど、最初からやります。わー、これがまたできるとはね、まさかね、つい最近やったばかりですけどね。じゃあね、これはまああれですから、あのくじ引きなんで1機しかないんで、イージーでいきますかね。イージーでね。あ、イージーノーマルでもいいか。イージーはちょっとさすがにね、ハンデやりすぎなんで。さあ行きましょう。はい、まあ前回やった時はね、あのディフィカルトでやったんです、一番難しいモードで。今回ねノーマルなんでね、あのまあ割とマシに進めると思いますけどね。相変わらず必殺技が出ないぞ、おい。はい、これほんとつい最近やったばかりなんですよね。やっぱさすがノーマルですね。必殺技1回で倒せますからね。ディフィカルトだったら2、3回当てないと倒せないですからね。あー、出なかった。クソ、出なかったな。で、出たらあれ一発で倒せたのにね。あ、はい、弱いですね。ノーマルだと全然違いますね。ディフィカルトとね。あ、もう倒した。これで倒せんちゃうの、これ。ああ、逆にやられた。あー、しまった。はい、倒した。でも結構減らされてるので、 2ポイントくらい、あの一言減らされてますね。はい、これはね、蹴り落としてやればいいんですよね。はい、これで終わり。まあ、一面はクリアできると思いますよ。あ、またいたんか。はい、ボスですね。はい、こいつも落としてやりましょう。こっち行って。これ最近ほんとやったばっかりですからね。あ、1時間切りましたね。じゃあこのゲームが終わったら、この回は終わりにしますね。はい、はい、終わり。あ、まだ生きてた。はい、終わった。クリアですね。はい、これ2面ですね。はい、落としてやりましたね。こんな感じでね、落としてやると楽でいいんですよ。はいはい、残酷ですけどね。まあしょうがないな。この上も出てくるんですよね。はい、あー、しまった。で、ここでね、敵が降りてくるんでね、蹴り落としてやるんですよね。そうすれば一発で倒せるんで、こうやって倒すんですよ、うまくね。あー、出なかった。あー、下が出なかった。はい、終わり。これでクリアというか、ここは終わりです。はい、こうすれば楽でいいんですよ。
あ、まだいるか。ここも忍者が出てくるんだ、ボスはね。はい。あ、まだか。はい、これボスですね。いい倒しました。はい、調子が良かったですね。これ理想的なね、倒し方ですね。これね、ディフィカルトでやると、4回当てないといけないんですよね。全然違いますよ。こいつら強いですからね。やばい。強い。あ、落としちゃった。あ、やばい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 。さすがに落とされたらこれダメですか。一発やられますんでね。気をつけなきゃね。あ、当たらなかった。くそ。あ、まだ生きてた。やばい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 、あぶね。まあ、この目短いんですよ。これだけですからね。よし、落ちた。ボスですね。やばいやばい。後ろに投げ飛ばされるときあるから気をつけんのね、これ。よし、倒した。ポイントやべえな。あかん。殴り合いでは勝てないんでね。あぶね。よし、倒した。クリアですね。3面短いんですよね。これだけなんで。はい、4面ですね。これ一度投げてくるから気をつけんとね。ああ、食らった。おお、強い。ノーマルとディフィカルトじゃ全然レベルが違いますね。楽でいいわ。前回プレイした時はディフィカルトでやって、この面クリアできなかったですからね。さあ、上に針があるんですよね。これ針はダメージ受けないんで、こうやってぶつかってこれを利用してこうやってね、アッパーを出すっていう攻略法ですよね。こうやってよくやってましたよ、これね。攻略の一つですよ、これね。このゲームってね、やられた後にね、ボタンを押せば必殺技のアッパーが出るっていうね、仕組みっていうかね、そういうね、やり方があるんで、それを利用して、ね、倒すんですよ。戦うっていうかね。あ、しまった。よし、倒した。こいつはね、食らうと1ダメージ受けるんで、なるべく食らわないようにして、これコントラでもありましたよね、この、これ自体ね。これ、あ、しまった。そう、1減るんですよ。やばいな。あと 2つしかないよ。あ、しまった。何やっとんね。あ、出ない。あ、やばい。あー、死んだ。終わりですね、これで。はい。いや、結局、ノーマルでも4面クリアできなかったな。マジか。